はい、じゃあ、ゲームイズ、ランゲクです。はい、皆さん、こんにちは。タケで、こちら、ランゲクをね、早速使っていこうかなと思います。強そうかも、やばいっすね。いや、まあ、そうなるよね。そうね、もう、ついにね、でもこれグロースがついちゃって、ついちゃいましたね、早速なんですけれども、3体目だよね。トレノバー、五条を、朝五条ランキングだよね。そうだよね、だよね。降臨とか他の4号とかもついてないよね。降臨とかその4つついてないよね。ついてないよね。サブとかでもついてないよね。うん、やばいね。何グロースやってるやべえな。いやこれやべえよやっぱ。うん、冷静にこれはまあもうほんと4号の制限のクエストで新たに採用される共有条約来ましたね。いやこいつ、ね、やばいでしょこれ星6のクエストですからね、うん、多分これ制限クエストほんと吹っ飛ぶよ全部。友情いけるとかあったらこれはランゲク間違いないな。めちゃくちゃいいでしょ。でも反射スピード死神と、アビリティが超マインスイーパー、にアンチ魔王陣に超レーザーストップで、ゲージで、シールドブレイカーと SS 短縮でついております。で SS がまあ自強化と近くの敵に追撃と17ターン。友情がグロース貫通だったらなお良かったですけど、そこは地下と同じ条件でね、もらいすぎたがゆえの反射タイプにされてますけど、で多分制限はおそらくこのランギクを引くか引かないかで迷ってる人はあのチカちゃんですね、うん、チカちゃんを90にしてるかしてないかで多分まあチカでいいやみたいになってる人すごい多いと思うんだけど、うん、その通りその通りでございまして、そのやっぱチカってギミックがあってなくてもさ結構ガンガンいけちゃってるじゃないですか、うん、今って制限ね、まあ、開幕はギミックがないことが多いんで、うん、バンバンいけちゃってることが多いんだけど、まあ、それを踏まえたとしても個人的には90狙いに行ってもいいかなって思ってますね、うん、強い。やっぱその弱点が雑魚にね、いろいろあって弱点を攻撃したりだったり、まあ、幅広く雑魚が出てくる、ウォールボムの一箇所の爆発だけじゃキープできないみたいな雑魚が出てくるだったら、やっぱ盤面全体攻撃でこの威力なんで、まあ、ランダム確かにね、うん、違うからな。溶かすスピードとか平均出したらこっちの方が強いみたいなことちょっとありそうではあるよね。しかも誘発もできちゃうっていうのはちょっと優秀ですけどね。複数群れた時にね、ボーンっていってもう一回誰か違うのがボーンって、ね、ちょっとね、そうちょっとねあれだったりするから、うん、だけどでもさすがにちょっとこれも強いと思う。これも強い、うん、で分かりやすく言うと遊撃エールつけるとあの5万何歩だっけな、5万4000でしょ、うん、トレノバが6万ちょうどぐらいなんで、うん、まあ、それに近しい威力出してるわけですよ、うん、十分だよ。トレノバのあの威力でさ、遊撃なかったとしても星6のクエストも全部いけちゃうぐらい強いじゃん、うん、それが制限で同じぐらいの威力出せるって考えたらもうやばいと思うよ。過去多分さ、トレノバ仕事忙しく作れなかったとかいう人もいるじゃないですか、うん、そういうので後悔してるのになる、うん、うん、何引きでもね、これほんと後悔すると思う。俺もこれは後悔すると思う。毎回こういう4号出るだけ言ってますけどそういう系だと思う、うん、そういう系がほんと今回久々出たから、まあ、貫通だったら嬉しいですけどね。貫通だったらね、うん、より群れててか地下とギミックあってなの嬉しいですね。それはうん、うん、使い分けできるし。あ、てかもうこれ打っちゃおう。あ、入りことなんだろう。こっち打っちゃおう。最初パラパラパラみたいになるのかな。刀身が灰になるみたいなね、残白刀なんですね。やばいやばい、あ、大丈夫かな、近いかな、イザナミが。お、なるんだ、ちゃんと。あ、そうだ。おぉ、え、強くね。なんか弱点、めちゃめちゃ取ってくれたね、範囲で。え、どうしたこれ。だってしかも、短縮入ってめちゃめちゃ打てるよね。え、これ強くね、SS。 え、これちょっと距離あるところにしたい。あ、そうだね、確かに。いや、天才じゃん、これガチ天才の位置止まったんだけど。え、ちょっと強いね。近くの敵だからちょっと使いづらさはあるかもしれないけど、近くの敵をなくしてほしい。あ、まあ撃っちゃうこれ。どう、任せます、任せます。誰かしらには撃つそうですよ、右側に撃ちながら行ったら誰かしらには撃つ。もう出すぎちゃうしっていうか剣ちょっとちょっと。あ、入ってきた。
波動なんだよ。あもうやっぱ近くの敵一体なんだ。そいつはでもどこに弱点あっても取りそうな感じしてるな、うん、そいつはちゃんと標的になってるから。え強いなこれ。強っ。めっちゃ強いわ。完全に、うん、制限クエストの感じに合わせた、これでフィニッシュしてみたいな。あと欲しいっすね、おかしいでしょこれ。当時の運枠みたいになってるわけですからねこれ。やばいよな。これ引けただけでね、だって波ゼロとかもこれにできちゃうわけでしょ。初心者の人でボーン入ってきても、うん、とんでもねえな。ちょっと無理すればね、うん、無属性優勝だから他あの属性のクエストいけるわけだし、うん、いやこれ強いね、さすがに強いね。ランキングさんいいな。これ強いわ。これ強い。これはまあ本当にまた地下ランギク、ランギクでいっかみたいな、地下ランですね、こいつ。攻撃力は別に求めてないから。求めてない、シールド対応の超枚数一緒。まあ強いだろうね。殴りとかでもぼちぼち強そうだし、超時間の偉いな、偉い。超枚もほんと偉いな。なんかね、地雷持ってないと入んないやつ、制限たまに来がちだから、いいね、これは。いやこれは超いいっすね、本当にいい。これ取りたい。下手したら今回一番の大当たりって今後言われる可能性も秘めてる。これはまあ確かに元素壁とか欲しかったですけどね、よく。ちょっとね、確かにギミックが意外にまあその少ない、てか地下と魔法陣が被ってるんで、ちょっとね、あんまり魔法陣とかね、非属性も高難度もいけるかなとか意外にね、あんまり噛み合ってなくて、なんかそうちょっとね、無理して使わないとなかなか難しいかなというところだったんで、今回ね、メゼロにも来ましたけれども、まあなんで、あそこでも強かった、ここでも強かったとか、まあ他のクエストは多分ね、これめちゃくちゃもうグロースとかなんで、もう壊してると思うんで、ね、前例があるんで、これ強いと思います、それがありましたらぜひコメントのほうでもよろしくお願いします。いやマジででもイラストめちゃくちゃいいですねって人が、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあ今回も、決めた場所、映画でした。何件でした。しばりした。ありがとうございます。チャンネル登録。わかります。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。